この動画では己の欲せざるところと始まる論語の文のその内容を見ていきたいと思いますみんなは小さい頃に自分がされて嫌なことは人にもしちゃいけないよっていう風に教わったことあるかな実はこの教えは論語に入っている教えなんですね、はい、今回の文を見ていくとその内容がわかるのでどう一緒なのかっていうのを確認してみよう最初の死曰くのこの死っていうのは誰のことかもう大丈夫かな このしは、孔子のしですね。はい。なので、孔子が言うにはとなります。次は、己の欲せざるところ。この部分は、自分のして欲しくないことはという意味になります。己というのが自分のことなんですね。で、欲せざるっていうのはして欲しくないっていうことなので、自分がして欲しくない、そういうところ、そういうことは、 で次に行きます。人に施すこと、なかれと。はい。それは人にしてはいけないということになるんですね。人に施すっていうのが人にするということなので、それは、なかれっていうふうに講師は言うんですね。なかれのこのなという漢字、あまり見覚えがないと思うんだけど、このなしという漢字と同じ意味を持っています。なかれっていうふうに言うときには、 してはいけないという禁止を表します。何々してはいけませんよ。っていうことだね。なので、禁止を示すように現代語訳をするといいです。人にしてはいけないよ。とか人にするなっていう風うにね。はい、自分のして欲しくないことは人にもしてはいけない。これは孔子が言っている教えだったんですね。